Video Diary November the 22nd, 2021 by Hiroshi Hayashi, MMH City, Japan. ビデオ日誌2021年14月22日、林浩司です。こんにちは。今日はですね、朝起きると一番にイタリアのリノ・トッフォロさんという方からいただきました情報といいますか、論文を翻訳しましたといいますか、翻訳することで今日の仕事を始めました。私の謎解き仕事の中で時々そういうことがあるんですけども、ちょっと怖いというのはですね、まあ私自身がそう感じるだけなんですけども、朝起きた時にですね、その日ポカーンとね、何もすることがないというふうに感じることぐらい恐ろしいことはないんですよね。まあ恐ろしいというその言葉のね、持つニュアンスがちょっと違うと思いますけども、寂しいというレベルを超えるんですよね。朝起きて、まあね、いつもですと、さあ今日も頑張るぞ、あの仕事をするぞ、あの謎を解くぞ、今日はそれを皆さんにって言いますかね、読者視聴者の皆さんにそれを伝えるぞというようなテーマがあるときはですね、まあ楽しいと言いますか、それが普通ですから、それで一日が始まるわけですけども、時々ですけどもポカーンと開いてしまうときがあるんですよね。で朝起きてぼんやりとね、天井を見たり周りを見ながら、さあ今日は何しようかななんて考え始めてね、何もないやなんて考えるっていうのはですね、ある意味で恐怖なんですよね。で私はもともと子供の頃から、まあ、周りの人たちにはですね、お前は貧乏症だななんてね、よく言われましたけども、確かにそうなんですよね。時間を無駄に過ごすということについてね、まあ、無駄っていう意味にもいろいろありますけどもね、まあ、その無駄に過ごすことについてどこか後ろめたさと言いますかね、罪悪感を覚えるんですよね。はい、これはちょっと話変わりますけども、こんなこともあるんですよね。私の家はですね、まだ私が住み始めた頃はですね、のっぱらの真ん中でね、隣近所には全く民家はありませんでした。100メートルぐらい下のところにね、1軒だけありましたけども、開拓されたばかりでね、全くののっぱらだったんですよね。まあそんなところですから、まあ結構ね、広く土地を買い求めることができたわけですけども、で今ね、その畑、それをね、今畑にしてますけども、5、6年前だったかな、私の義理の姉がですね、まあ農家を、まあもともとは農家の方なんですけどもね、まあそこに嫁いで行ったわけですけども、義理の姉がですね、私の家にやってきてですね、盛んにこう言うんですよね。もったいないね、もったいないねって言うんですよね。で私なん、どういう意味かわからなかったんですけどもね、まあ、話を聞くとですね、つまり土地を遊ばせておくのはもったいないという考え方なんですよね。でそれ私理解できなくてですね、どうしてね、土地を遊ばせておいたらもったいないなんて言うんだろうななんて思ったわけですよね。しかし農家の方はそのように考えるみたいですね。でその時はその時で、まあ、そのように考える人もいるんだななんてね、思っていたわけですけども、この2、3年精力的に私は今畑を、まあ、作ったり楽しんだり、まあ、いわゆる家庭菜園を楽しんでいるわけですけども、まあ、今の私の気持ちはどうかというとですね、ほぼニンニクも植えましたし、玉ねぎも植えましたしね、冬野菜も植えて少しずつちぎって食べていますけども、2畝作ったんですよね。2畝新しくね。で2畝作ったんですけども、その時初めてあの義理の姉がですね、もったいないね、もったいないねといった気持ちが
理解できたんですよね。で、今時は11月22日ですからね、まあ何も植えるものがないんですよね。で、ショッピングセンター行ったりね、そういった店行っては何か植えるものがないのかな、種をまくものはな、まくような種はないのかなってね、探すわけですけども、この時期何もないんですよね。で、今畝を作ったわけですけども、そしてそのそばでね、枯葉を集めて少し燃やしてね、そして灰を作った、肥料も買ってきた、あとはもう一回ね、軽く耕して、そして、まあ、肥料と言いますかね、堆肥、全部で6袋買ってきたのかな、それをまあ混ぜてね、そしてまあ一回もう一回混ぜて、そして苗とかね、何か植えたいんですけども、何もないんですよね、この時期ね。で、その2畝で作った畝を見ながらですね、何かしらもったいないなもったいない、何かこうやら作らなきゃもったいないなっていう感じに襲われたと言いますか、今も襲われているわけですけどもね。その時って言いますか、今初めて、今から5、6年前にね、義理の姉がね、私の家にやってきて、そして私の庭を見ながらですね、もったいないな、土地を遊ばせておくなんてもったいないわなんてね、言ってたのを、その時のね、姉の気持ちが分かりました。で、話を戻しますとね、要するに、まあ私はですね、ちょっと付け加えるとですね、まあ土地があってですね、そしてまあ芝生を植えたり、まあその犬が、その当時は犬がいましたからね、犬は放し飼いにして、まあそういうふうに過ごしていればそれでいいんだっていうふうに思っていたわけですけども、まあ今はね、変わったということです。で、話戻しますとね、今度は時についてはどうかなってことになるわけですよね。で、私は子供の頃から、先ほど言いましたように貧乏症でしてね、社会人になってからも、なんて言いますかね、ポカーンとね、何もしないで無意にって言いますかね、無意の方が近いかな、無意にこう、なんて言いますか、その時を過ごすことについて、どこかそれはありますね、後ろめたさ、罪悪感っていうのがあるんですよ。で、それを指して、まあその周りの人がですね、貧乏症だって言いますけども、まあ、考えてみますとね、私たち団塊の世代っていうのは、そうしてみればそうなんですよね。まあ、とにかくどこを見ても子供だらけ。夕方になるとね、街角ではですね、まあ通りが即遊び場になってましたからね、当時は。車も少なかったしね。で、どこの家にも庭というものはなくてですね、みんな子供たちは道路に出て缶蹴りしたり、ゴム遊びしたりね、パンコテって言って、まあカードをめくるゲームをしたりね、とにかく鬼ごっこしたり、まあとにかく毎日いろんなことを、夜真っ暗になるまでしてましたけどもね。夏なんかですと真っ暗になるまで通りから子供の声が聞こえなくなるということはなかったですね。キャーキャーワイワイ、キャーキャーワイワイ、そういう中で、まあその団塊の世代という、まあとんでもないね、団塊ができたわけですけどもね、塊が。ですから、もう子供の時からもう、なんて言いますかね、常に競争っていうような感じでね、いわゆる他人との関わりの中で生きてきたという感じがしますね。あるいは他人との、まあいい意味での関わり、悪い意味では小競り合いと言いますかね、そういうことがもう常に頻繁に起きてたんですよ。で、私は昭和22年、1947年生まれですけども、小学校、中学校、まあ中学校も分かりやすいかな、私の前の学年まではね、クラスは5クラスだったんですよね。で、私たちの5クラスだったんですね。で、私たちの学年からはなんと11クラスです。しかもですね、1クラス55人ぐらいですね。ですから1学年あの時代500 580人ぐらいいたと思いますね。そういうその段階なんですよ。で、前の年は極端に少なくてですね、私が1年生の時に2年生の人たちですよね、は5クラスで、クラスも40人足らずじゃなかったかなと思いますね。とにかくドカーンと増えた時代なんですよね。そういう時代ですから、何もかも世話しく、なんて言いますか、はい、そういう環境の中で育ったということもあるのかなと思いますね。特に私なんかは田舎ですけどもね、もう朝から夜寝るまで、まあね、父や祖父がですね、カン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 自転車を直したり叩いたりしてましたからね。もともと私の祖父はですね、鍛冶屋なんですよ。まあ、自転車をね、壊れた自転車をですね、
カン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 な徹底直して直すというのが祖父の仕事だったんですよね。あの不意語でね、あの炭を入れてね、熱くして、その中にね部品を入れて、そして溶かしてね、そして叩いて直すというようなことまでやってみましたからね、当時は。それが私の、まあ、実家だったわけですよね。まあ、そういう環境があったんでしょうね。ですから私がなぜそのようにね時間を、まあ、ボケとして過ごすということについてね罪悪感、あるいはその後ろめたさ、本当にあるんですよね。あれ今でもありますよ。何か知らない、こんなことしていたらもったいない、こんなことしていたらもったいない、何かしなければというような追い詰められた、まあ、切迫感というのがあるわけですよね。まあ、一般に心理学では脅迫観念って言いますけどもね、あの驚かす脅迫ではなくてですね、強く迫るという意味の脅迫観念ですよ、があるわけですよね。でそれが私の貧乏症へとつながったんじゃないのかななんてね、今にして思うと、自分の過去をほじくり返しながらね考えてみると、そういうふうに思うというわけです。で話を少し戻しましてね、畑についてはですね、明らかに私は意識が変わりましたね。 5,6 年前には義理の姉がですね、土地を遊ばせておくなんてもったいないもったいないと言いながら、私の部屋庭をねずっと、まあ、全体で庭だけで 5,60 坪当時、まあ、ありましたね、90坪ぐらいあったのかな。まあ、今そこに家建ててますからね、あの半分ぐらい減りましたけども、まあ、とにかく広かったんですよね。はい、それは本当にありがたかったと思います。本当に安いね、まあ、今では考えられないほど安い、値段でね、土地を買ったわけですけどもね、まあ、その一つの影響はやっぱり私、あの話ちょっとまたそれますけども、オーストラリアで過ごしたということがやっぱり大きな影響を受けてますね。あのやっぱりオーストラリアで見ている、まあね、家庭というものがですね頭に焼き付いてますから、土地を広く買うことについては抵抗は全くありませんでしたね。でワイフはそんなに買わなくてもいいのに、買わなくていいのにって言って盛んにねブレーキをかけてくれたんですけども、それでもね私にしてみれば狭いな狭いなと思ってね、まあその土地を買い求めたわけですけどもね、まあ、それはそれなんですけども、まあ、そういう形で、まあ、今の私の自宅が成り立っているわけですけども、で義理の姉がね、もったいないもったいないと言ったその気持ちっていうのは理解できなかった、つまり意識がなかったわけですよね、その意識そのものが。しかし今こうして家庭菜園をですねやっていて、畝を作って、そして畝を作ってしまうとですね、やることはなくなってしまうんですよね。なんて言いますかね、趣味の貴重な貴重な趣味の半分がですね、もっとだかな、もっとかな90% ぐらい削がれてしまうような気持ちになるんですよね。ですからなんかね、それこそ本当にね後ろめたい、後ろめたいんじゃなくて恨めしい気持ちでね、ぼんやりと寒々とした冬のね畑を見ているわけですけども、今私はああもったいないな、なんか植えたいなと言ってはですね、先立ってね、横浜の、まあ、私のね勉強会に来てくださった方なんですけどもね、開業医をなさっていらっしゃる方なんですけども、冬野菜のね本を送ってくださったんですよ。でそれを毎日毎日ね、まあ、畑作業できませんのでね、その本を見ながらですね、あの自分を慰めているわけですけどもね。で今はなんて言いますかね、土地を遊ばせておくのはもったいないなという意識に変わったわけです。つまり意識っていうのはそのように変わるんですね、ベースが変わってくると。で私の今度は時間についての考え方になってくるわけですけども、この時間についてもひょっとしたら今私が持っている意識っていうのもですね、いろんな意味で作られた意識であり、またその環境、生活、そうした習慣が変わればですね、また変わりうる意識だということになるのではないでしょうかね。今それはまだ変われるかという意味での自信は全くありませんけどもね、つまり私自身を見つめ直してみた場合にですね、まあずっと私は70年、まあ、74歳になってしまいましたけどもね、74年間、まあ、ある意味でね時間というものに対してどこか後ろめた無駄に過ごすことについてね、何かしらこう追い立てられるような気持ちに駆られていたわけですけども、まあ、ワイフはそれについてね、あなたは寂しい人ねなんて言いますけどもね、はい、まあ、確かにそうだと思いますね。がしかしそれが私であり、私の生き方であり、私の時間の過ごし方ってことになるわけですよね。で話をぐーんと戻しますとね、そういう私ですから朝起きた時にですね、まあ、今はですね
まあ、今こうして皆さんにご覧いただくような動画をですね、毎日毎日作っているわけですけどもね。で、午後から何かあるとき、あるいは午前中に何かあるときにはですね、先に作っておいて、まあ、後でね、まとめて発表するということをさせていただいているわけですけども、とにかく時間というものに対してですね、まあ、こまめにこう、なんて言いますか、粗末にしないと言いますかね、まあ、そういう感じですよね、にして過ごしているわけですけども、その私にとってそういう私なもんですからね、朝起きたときにですね、まあ、たまにそういうことがあるんですけどもね、めったになんですけどもね、最近はね、もうとにかくなぜかというと、大体仕事をね、前の日に作るんですね、私ね、今ね、明日はこれやろう、これとこれやろう、明日の朝起きたらこれやろう、なんてね、考えるわけですよ。それがまあ考えているもんですから、まあね、その、割とそういうことはないんですけども、それでも朝ポカーンとね、起きたときに、今日何にもすることないよ、頭の中は空っぽだよってね、それで自分を見つめ直して、何かやることないかな、どっから手つけたらいいのかな、何を始めようかななんて思うときっていうのはですね、まあ、多分ここまで話せばですね、皆さんにも分かっていただけると思いますけども、ある種の恐怖なんですね。つまり自分の足元を救われると言ったら大げさかもしれませんけども、つまりその自分自身がですね、どっか行ってしまったような、いわゆる寂しさ、恐怖ですね、それがさーっと襲ってくるんですね。ですからそうなってはいけないということで、まあ、前の日にね、先ほど言いましたように、あるいはそのメモに書いてですね、これは明日やる、明日やる、まあ、私は本当はね、本来はですね、またこれも私の話になりますけれども、私は今やるできる仕事っていうのは明日には回さないんですよ。そういう性分なんですよね。しっかり今やっていくんだっていうのが私の性分なんですけれども、ことこの仕事に関してはですね、こういうことが言えるんですね。まあ、ちょっと私の制作方針っていうものを説明したいんですけれども、私はですね、朝起きて最初に手がける仕事っていうのは新作なんですよね。しかもそれまでに作った動画をまとめ直して作り直して、そしてぜひ皆さんに見ていただきたいという意味で新作が一番に来るわけです。はい。で、それを出すんですけども、その新作では追いないきれなかったような動画っていうのが、内容っていうのがあるわけですよね。で、その補足版として関連動画を2、3、4、5と出していくわけです。で、これが私の制作のやり方なんですね。ですから逆にアップロードするときに4、3、2、1と出すときもあります。しかし1作目、2作目まで出してですね、あれも出しておかなくちゃこれはまずいなと、まあ、皆さんがですね、そのわけがわからなくなってしまうかなということで、補足版として、まあ、補足とは書きませんけどもね、3号、4号を出すときがあるんですよね。で、そういう時に困ってしまうわけですよね。皆さんに届く順番がですね、4、3、1、2とかというふうにバラバラになってしまうんですよね。ところが皆さんは多分ですよ、私がそうですから多分そうだと思いますけれども、まあ、その林博士の、ね、動画を見てやろうなんて、ね、思ってくださった方はですね、パッと開いた時にやっぱり4号が一番最初に目につくんですよね。で、1号が最後になるわけです。で、私としてはですね、ここはまた今日たまたま今ご覧いただいているのはですね、これ3740の1号なんですよ。はい。で、この日はですね、40ですから20日ですね、おとといの動画なんですけども、この1号をですね、一番時間かけて、まあ、ある意味で、ね、皆さんにご覧いただきたいと思って出したわけです。で、最初に出したんですよね、朝一番にね。で、その後それだけじゃいけないからということで2、3、4、5出してテーマを書いて5、6、7、5と出していくわけですけどもね。で、一番この3740を見てほしいなと思って出したんですけども、視聴者数が極端にやっぱり少ないんですよね。はい。で、私はその3740にはですね、1号の後に重要です、新作です、 R っていう記号はですね、まあ、いろいろか追加してその訂正したり、まあ、今のところこれに過去においてね、これに勝る動画はないんだというような意味で R という記号をつけているわけですけども、がしかしですね、皆さんから見ればですね、全然関心がないと言いますかね、またかってな感じでポイッとされてしまうことがあるんですよね。ですからこうした問題をどうするかという問題も YouTube で発表しているときには起きてくるわけですけども、まあ、要するにそういうことなんですよね。で、話戻しますと、こうした動画というのは、まあ、つまり朝一番に作るんですよね。で、まあ、大体だんだん5、6、7となってきますと夕方になってきますから、それでまあこれは明日やればいいやって感じで次の日に回すわけです。時間がかかりますからね、新作を出しますと。それが私にちょっと話戻しますとね、私は本来
物事を途中でねやめる、いわゆる中途半端で終わるということはできない性分なんですけども、この動画に関して、動画作りに関して言うとですね、そういう理由によってですね、もう5時6時になりましたらね、じっくり腰を押し付けて動画作りなんてできませんからね、もう締めくくる時間に来ますからね、メニューに、いわゆるメニューって言いますかね、あの目次にね、その動画を、まあ、貼り付けて、まあ、目次からね、皆さんにもご覧いただけるようにするという意味でね、その締めくくりって言いますか、終わりの作業をしなければならない時に来るわけですよね。で、その時に新しいアイデアなんかは翌日に回すっていうことでメモに、ね、そう書いてね、これは明日の朝一番やるんだっていう意味でね、作業はここから始めるんだということをするわけですよ。そういう意味でね、その本来私は今している仕事を明日に回すということはしない主義なんですけども、どうしても明日に回すわけですよね。例えば今日一番に発表したトッフォルさんのね、リノ・トッフォルさんのいわゆる、まあ、シリウスに関する、まあ、大変ね、あのトッフォルさんの話もちょっと話それますけどもね、私いろんな方からね、あの情報いただきます。本当にありがたいと思うのはですね、それぞれの方がですね、オリジナルの、まあ、論文あるいはその発見なさったことを送ってくださることなんですよね。リノ・トッフォルさんもそうなんですよ。ずっと研究者でね、エジプト文明の研究者でいらっしゃるわけですけども、一生懸命アマチュアの、アマチュアって失礼ですけどもね、で調べていらっしゃるんですけども、そういう流れの中でね、一生懸命トッフォルさんが判断なさったこと、調べたことをですね、オリジナルで送ってくださるんですね。はい、ですから、まあ、その実のまた裏話の裏話になりますけどもね、イタリア人の方ですからね、英語が話すネイティブじゃないんですよね。ですからイタリア語で論文を書いて、それをまあ Google Earth の翻訳マシンのようなものを使ってですね、英語に翻訳して送ってくださるわけですよ。ですから発想も英語的ではありませんし、文章も英語的じゃありませんし、単語の使い方も英語的じゃありませんし、要するに時々、まあ、なんて言いますか、どうもへんちくりんな英語になることがあるんですね。それは仕方ないことですよね。ですから今日は、まあ、一番に、ね、何をしたかというと、ディノ・トッフォルさんのその英語をですね、まずきちんとした英語に全部書き直して、あのそしてまあそれをですね、その今度は日本語に翻訳して、そして皆さんにお届けするという作業がありますよね。ですから昨日ね、寝る前に女子、明日はね、ディノ・トッフォルさんの、いわゆる知るの翻訳から始めようと、そういうこと、そこからやろうということで、まあ、昨夜は寝たわけですけどもね、まあ、そういうのを今日一番に始めたわけですけども、やっぱり残念ながらね、それ発表しても一号っていうのはやっぱりあまり良くないんですよね。ですから本当はそれ一番最後に持ってきたいんですけども、まあこれからね、まだ時間たっぷりありますから、まあ今日はちょっとね、夕方にちょっとワイフが行きたいっていうところがあるっていうもんですから、付き合うつもりでいますので、明るいうちにそれをしなければというふうに思ってますんで、まあ、早めに切り上げますけども、要するにそういうふうにして自分というのは今こうして皆さんの前に、まあ、座っている、立っているということになるわけですね。で、話を戻しますとね、で時間に追われているわけですけども、何故に書くまで この動画作りするようになってからね、時間に追われているかっていう問題になってくるわけですけども、まあ、それはもう意識の問題ですから仕方ないですね。それはもう若い頃からそうですね、中年の時もそうでしたね。友人たちがですね、もう本当に1ヶ月2ヶ月単位で私の我が家に泊まっていくんですよ。それも夫婦連れ、友達を連れてきたりしてね、もうみんな泊まっていくんですけども、よくも1ヶ月も2ヶ月も来る、泊まるってことはいいんですけども、そんな休みが取れるなっていうふうに思いましたね。驚きですよ。いわゆるバカンスの感覚ですよね。私は一番長い旅行でも1週間でしたからね。寂しいですね。それを、まあ、オーストラリアの友達はね、まあ、それこそ本当にね、広島は何をやってるんだということを言いますけども、まあ、要するに仕事の虫だということですよね。仕事してないと落ち着かないと言いますかね。いわゆるまあそれも段階にせられると結びついていくわけですけども、まあ、なんて言いますかね、どこかに置いてきぼりを食らうような、いわゆるそのあの段階ですよね。ものすごい数の人ですからね、仲間ですからね、そういうその小競り合い的な世界で日々を過ごしてきたという自分がそこにいますからね。
もうとにかく学校でもね、やり合ったり、喧嘩したりね、取っ組み合いやったり、また帰ってきてからも山を挟んでね、戦争ごっこやったりってことで、もうとにかくめくるめくってますから、もう忙しいったらありゃしない、遊ぶのに疲れるってますから、学校から帰るときだってね、まっすぐ帰ることなんて絶対にありませんでしたからね、道草が当たり前、もう私の小さな町を大回りして歩いたりね、あちこちの路地を歩いたり、まあ、あちこちで遊びながら、近くに公園がありましたら公園でね、アベックを見て冷やかしたりね、そんなことばっかりやってましたからね、小学生の時は。とにかく目いっぱい遊びましたからね、忙しかったんですね、そういう自分ですから、もう時間があれば何かするという自分になったんだろうと思うんですよね。で、話をガンとね、現実的に近づけていきますけども、現実論になってきますけども、そういう自分ですからね。ですから、まあ、例えば今でもね、こうして動画を制作してるんですけども、今はね、これ画面に向かって、このいわゆる動画作り用のマイクに向かって喋ってますけども、普段はですね、ボイスレコーダーに録画したり、録音したりですね、あるいはビデオカメラに録画して、それを焼き付けたりして、時間を無駄にしない、その間に10分、20分の時間があるとですね、ランニングマシンの上で少しでもね、時間をこなしていくってことですね。なかなか大変ですけどもね、そういう感じでぎっしりと時間を詰めてね、使ってますけども、ふとこう思うんですよね。こんなことしていて何なんだろうなと思う時ありますね。それはあるんですよ。つまり来年もそうかな、再来年もそうかな、3年後もそうかなっていうふうに考えますとね、一体じゃあ私は何のためにいるんだろうっていうふうに考えてしまう時がありますね。しかし現実の私はどうかっていうとですね、こういうことをしてることが楽しいんですね。どういうわけかたか楽しいんですよね。ですから他に何もやることないからね、それこそ畑は今ね、休耕状態ですからね、休みですからね、ですからまあ何もできないしということで、まあ、こうして書斎に座ってあちこちの動画を見ながらですね、そしてこうだけどああだけどなと言ってね、見ている自分がつまりは楽しいということになるわけです。ちょっとね、ここでお茶を一杯いただきますので、喉がね、少し、今朝ね、朝からね、ちょっと喉が痛いんですよ。ですからまあ、カッコンと2袋飲んだんですけどもね、ちょっとまあ、ここで、まあ、皆さんからはね、何も中断しませんが、ここで一回、まあ、切ります。今、お茶を一杯いただきました。で、話をつなげますけども、要するに今ご覧いただいている動画はですね、おととい作ったものですけども、第1作目第1号だったんですよね。ナンバーは34700011っていうのは、まあ最初にその日のね、まあ大抵ですけども、最初に作った動画ってことになるわけですけども、この動画っていうのは私にとっては大変重要な動画なんですよね。まあ、ぜひ皆さんに見ていただきたいという気持ちの強い動画なんですけども、やっぱりこう蓋を開けてみるとですね、2日経って今日になってみるとですね、アクセス数ってか視聴者数が他の動画と比べてまあガクンと少ないんですよね。まあ皆さんの立場から見ればまた同じ動画じゃないかっていうふうに思われるかもしれませんけども、なぜ私この動画が大切かっていうと、まあ半分以上は私のためでしょうね。私のためだと思います。というのは、まあ、こうして仕事をしているわけですけども、やっぱりこうしたその動画を見ることによって、上の方をですね、すごく近くに感じるわけです。近くと言いますか、距離感ゼロですね。多分皆さんから見るとですね、巷にあまたあるその UFO の動画ありますよね、たくさんね。その中にはもちろん、と思うような動画も多いわけですけども、そういう動画と私の動画は多分遠距離って言いますか、遠距離に離れているということですね。例えば皆さんが、例えば YouTube でね、あちこちで UFO の動画を見られる、そこに距離感がありますよね。これ本当かな、本物かな、どうかな、偽物じゃないの、こんなことあるのって感じで見ますでしょ。同じように今皆さんが私の今このね、STS-80 ミッションな、左上は STS-80 ミッションの中に映り込んだ、くるくる回っていると判断できる物体、これ STS-80 ですね。1996年のコロンビア号、いわゆる宇宙遊泳実験の際に撮られたその物体なんですけどもね。
で、これは、ね、なぜその当時はリリースされたかと言いますと、 FBI がこれを UFO と判断しなかったんですね。当時は宇宙ボタルというような言い方をしていたと思います。私のどこかに記憶に残ってます。いわゆる何か、ね、宇宙船が外に放出した、ね、水分のようなものがこうして映り込んだってたんだということで、宇宙ボタルという形で説明されていたと思います。まあ、ともかくもこういうことがあったわけですよね。で、それがですね、まあ、今から思うとこれがつまりは現実的に UFO であったということになるわけです。なぜならばこれと同じ物体がですね、私の勉強会にも出てきたし、私の部屋の中を飛び回ったということもあるわけです。特に左の物体、まあ、黒白黒で、まあ、当時は、ね、白黒だったんですけども、この物体はですね、まあ、白黒になってますけども、中心部は緑だったと思いますね。で、これは右の方はですね、2019年の4月14日に岐阜会の勉強会でね、あの JR 岐阜駅前の会館で開いていたときに、まあ、いろんな現象が起きるんですけども、その中にね、この2人の人がですね、この物体を目撃なさるわけです。で、この物体はですね、右の方に見たのは私のワイフです。で、ワイフはですね、帰ってくる、まあ、その日ね、家に帰ってくるとね、私が書斎で別の仕事をしていた間にですね、絵を描いて持ってきたわけです。こんなの見たのよ、こんなの見たのよとうるさいほど言ったんですよね。それで私は、うん、そんなのお前の緑内障だよなんて、ね、笑ってたんですけども、次の日ね、速達で、岐阜県可児市の、ね、鈴木 Y さんからですね、私はこんなものを見ましたと言って、速達で絵を描いて送ってきてくださったんです。それが今ご覧いただいている、まあ、報告書ということになるわけですけども、この両者を付け合わせた時にはですね、今右の方はこれコピーして貼り付けてありますから、ワイフが描いた絵ではありません。まあ、ともかくもこのワイフは右側に見て、鈴木さんは私の、まあ、向かって左側に見たわけですよね。その絵が一致した時にはもう言葉が出ませんでしたね。で、これが右側に出たのがですね、2019年の4月14日だったんですね。で、左は STS-80 で撮られた物体なんですね。で、この物体と私は形が同じだと思います。では、その左の物体が緑かどうかということなんですけども、今度はですね、2020年の4月14日なんですね。同じ4月14日だったんですけども、今度は私の書斎にその奇妙な物体が飛び交うという事件が起きました。それはあの冒頭でね、お見せします直径2センチ以上のものがですね、スーッと動いていく事件だったんですけども、あの物体はですね、よくよく見るとですね、中心部がぼんやりと緑なんですね。それを発見したわけです。つまり1年後にですね、同じものが今度私の書斎に現れたということになるわけです。そして中心部がですね、ぼんやりと緑だったということになるわけですね。まあ、それもあのもしね、まあ、またまたこの動画の中で出てくると思いますから、またご覧になってください。そういう事件が重なってですね、一連の私の勉強会、私の書斎で起きた事件がですね、 STS-80 とつながっていったわけです。つまりですね、こうして私の事件というのは、まあ、ある意味でね、まあ立体的という言い方もちょっとまずいでおかしいですけども、要するにただ点と点であった事件がですね、線でつながり、線でつながったものがさらにいわゆる関連性、有機的なということはですね、密接不可分に、まあ、いわゆる関係し合いながら、いろんな場面でね、複雑に絡み合いながらつながってきたということです。まあ、ですから線というのではなくてですね、点と点が面でつながったという言い方の方が私は好きなんですけどもね、まあ、一般的には点と点を線でつなぐなんて言いますからね、つながったということになるわけです。つまりですね、話を戻しますと、私とこの事件との間には距離感がないんですよね。全くないんです。あのですから皆さんがこうした情報を見られますとね、どれも遠距離に遠くにあると言ったらいいのかな、にあると思いますね。まあ本当かな、いやいやこれは違うよ、虫だよ、レンズフレアだよ、何かのって感じで見られますでしょ。ところがこうしてつながっていくとですね、今こうちょうど STS の中を飛び交ういわゆるギザギザライン上の UFO ということになるわけですけども、これもですね2000、この左下がそうです。この画像が2019年の4月14日に、これはですね、名古屋市の M 美幸さんがですね、たまたま私を撮影していてくださったときにですね、その私の集音機の上に奇妙なものが映り込んだわけです。それがその集音機に映ったものをですね、M 美幸さんが iPhone で撮っていてくださいましてね、こんなものが映ってましたと言って、わざわざ私の家に届けてくださったんですよね。名古屋から置いてくださいましてね。で、それをこうして皆さんにご覧いただいてますけども、このギザギザラインですよ。このギザギザラインはまさに1996年にね、
スペースシャトルの中の貨物室の中を飛び回った UFO と一致するというふうにしてつながっていくわけです。で、まあ、こんなことをね、また同じことを話しても意味ないと思いますけども、で、私の仕事ということになってきますけども、どうしてこういう仕事が楽しいかということになりますとね、つまりはですね、皆さんとこの写真の間には距離がありますでしょ。まだあると思いますよ。 100% 信じてくださっている方というのはまあほとんどいないと思います。 99% は信じるけどね、林言ってること 1% おかしいぞって感じでね、それは私自身が2016年以前の私の気持ちですからね。もし UFO は存在する、エイリアンは存在すると思っていても、どこかに小さなかすかな、ね、穴があって、その穴があるがゆえに全幅にね、信じられないっていうな もどかしさ、歯がゆさというのは感じてましたからね。ですから皆さん自身の中にもそういう方がいると思いますね。もう UFO がいることは間違いない、宇宙人がいることは間違いない、林野博士のこの動画も本物に違いないと思いながらも、なんて言いますかね、最後の一線を踏み越えるということはできないわけですよね。距離感がありますから、その距離感というのは何ともしようがないわけですよね。しかし私には距離感がないわけです。ゼロなんですよね。なぜならば私の近辺で起きたことですから疑いようがないんですよね。なおかつ、まあ、信頼のおける動画写真をですね、いわゆる、まあ、NASA の発表している、 FBI の発表している、あるいはね、ISS の、ね、固定カメラの撮られた写真だということがはっきりしているということでですね、まあ、あの NASA の発表している動画とかね、 ISS が固定カメラから撮った動画っていうのはですね、上限 下の方とね、上にね、細かいあのデータの数字が並べますから分かりますよ。それは一つのインチキが本物かを見分ける、まあ、基準にもなりますけど、まあ、こんなこと言いますとね、あの手の込んだ人は今度はそういう部分までインチキを作りますからね、あまりそういうことは言いたくないんですけど、私はもうそういうふうにして見分けているんですよ。つまりこうして動画がね、本物か偽物かということを見分ける一つの方法がですね、つまりはそのそうした NASA であるとかね、あるいは FBI でもいいわけですけども、この前は CIA が発表してましたけどもね、まあ、要するにそうした組織がですね、発表する動画というのは、みんな細かい数字がですね、いわゆるソースがですね、並ぶわけです。それをも手がかりにして、あの火星から送られてくる写真もそうですよ。全部ナンバーが入ってますからね、本物は。そしてアリゾナ大学 の、まあ、その所管ナンバー、保管ナンバーまで入ってますからね、まあ、それを見れば本物だというふうに判断できるわけですけどもね。まあ、しかし皆さんから見ればですね、偽物もあるから、あ、まあ、ちょうどこれは違うか、この数字は違いますね、あのはあの本物かな、偽物かなというふうに見られると思いますね。これはあの切り抜いてあるのかどうか分かりませんけども、それはないんですけども、まあ、間違いないと思いますね。まあ、要するに、まあ、そういうふうにして見分けるわけですけども、そういう距離感があると思いますね。そこで私の仕事は何かということになってきますとね、この距離感を皆さんにも縮めていただくっていうのは仕事になっているわけです。そのために前こうしてね、動画を毎日発表しているわけですけども、どうすればその距離感を縮めてもらえるかということなんですよね。で、縮めてもらえればですね、私が今理念って言いますかね、心の中で思っていることをそのまま皆さんにも理解していただけると思うんですよね。つまり今人間というのはどういう立場に置かれているかというとですね、まさに大きな分かれ道に立っていると思います。選択ですよね。どちらの道を選ぶかということなんですよ。このまま今まで通りね、愚かなね、まあ、争いを繰り返して対立関係を作って、そしてね、まあ、やがては人間どころではない地球全体を滅ぼしてしまうかもしれないという、まあ、切羽詰まった危機感というのはやがてやってきますからね。今のこの時点だとそうですよ。こんなことを繰り返していたらですね、もう中国とアメリカが戦争になるなんていうのは時間の問題ですからね、まあ、そうはしないだろうと思いますけども、まあ、そう言いながらもね、人間は繰り返しそういう戦争を繰り返してきましたからね。ですから、まあ、中東も危ない、しかし極東アジアはもっと危ないというような状況の中でね、なんとかして止めなければならないというやっぱり思いはありますね。でそういう思いをですね、私から皆さんに伝えたい、それはある意味で私のためということじゃないんですよね。もう私はもう長くたってね、もう平均余命まであと5、6年ですからね、寂しいですよね。はい、まあ、要するにそういう自分ですから、しかし未来においてね、そのこうしたその自分が懸命に生きてきたその自分がですね、消えてしまうっていうのはですね、何とも言えないやるせない寂しさを覚えるわけですよね。やっぱりこの日本という国はですね、あるから、また日本語でね、まだ皆さんも理解してくださりますからね、こういう動画なんかでも100年後も1000年後も続いてほしいと思いますよ。しかしね、どうもこのところ雲行き怪しくなってきましたね。それこそ本当にね、まあ愚痴になりますけども、芸能界はもう消えましたね。それからマスコミも完璧に近いほど、はい、
はいって感じですね。で、今度は工業ね、いわゆる日本という国のね、工業も、まあ、風前の灯からもう風前の灯火を超えて、まあ、何も残ってませんね。で、今度は政治も危ないですね。はい、国旗も上げない、国歌も歌わない国家になってしまった。で、最後に残るのは何かと言いましたら、日本人の魂ですからね。ワン、ツー、スリー、フォー、ジョモンジン、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ジョモンジン。これもですね、もうほとんど消えかかってますね。戦後のあの GHQ、GHQ のいわゆる民主教育化の中でね、最初に手がつけられたのは日本の歴史教育ですからね。ですから、日本の歴史教育、皆さんがね、お受けになられました日本の歴史教育っていうのはですね、完璧に日本を否定から始まってますからね、日本の歴史ってものを否定してますからね。まあ、その後のね、まあ、その秀吉だとかね、まあ、その後の戦国時代のどんちゃかという、まあ、醜い構想は歴史として残ってますけども、それ以前のはるか遠い昔から続いている日本人が魂として持っている、その日本人の心という魂はですね、縄文時代から始まってるわけですよ。尊重そこらのね、民族の方が頑張ったところでね、日本の民族が持っているこの魂ってものは毀損されるはずもないんですよ。ところがね、まあ、戦後 GHQ の命令によって日本の歴史教育が解体されてしまったということですよ。そして残ったのがですね、つまりはまあ政治に例えるならばですね、いわゆるそういった宗教性、神というものを完璧に否定した、つまりまあね、どこかマルクス・レーニン主義的な教育観になってしまったわけですね。それが今度はですね、まあいわゆる、まあ、芸能界が駆逐されて、今度はね、マスコミが駆逐されて、ね、今度は政治も駆逐されて、そして、ね、残ったのは何かってことになってくるわけですよ。その魂まで駆逐されるという危機的な状況の中でね、やっぱり日本という国を100年後も残したい、200年後も残したいというその思いが強いですね、私ね。本当に強いんですよ、今ね。ですから、何としても日本よ、日本人よ、日本をもう一度日本の手に取り戻しましょうという、まあ、私の考えにつながっていくわけですけども、ここで踏ん張らないとね、日本という国は本当に消えてしまうんですよ、皆さん。そういう危機的な状況なんですよ。ねえ、今では正月1日、元旦に国旗を上げるうちは、我が家と今年初めて民家で1軒だけ見ましたけどもね、ちょっとついでですけどもね、皆さんでこの動画をご覧になっている方がいらっしゃいましたら、皆さんだけでもいい、200人でも300人だけでもいいですから、今年の1月1日にはですね、日本国旗を玄関に掲げましょうよ、皆さん。私はもうずっとここに住んでもう50年になりますけども、欠かさず上げてますよ。別にね、そういったその誤解されるような右翼団体でも、まあ、組員ではありませんけども、しかし、私なんですね。それが私なんですね。ですからね、まあ、林何言ってんだ、バカなこと言ってんじゃねえと思われる方は結構ですけども、そうだな、日本は危機なんだな、何も残ってねえじゃねえか、危ないぞーと思われる方はですね、どうかどうかどうか、正月1日には、日本国旗を玄関には掲げてくださいよ。旗火ですから、日本で最も重要な旗火なんでしょう。ハロウィンを祝って、ねえ、へんちくりな格好をして街を歩く皆さん、ねえ、あんなことするんなら、クリスマスにね、クリスマスツリーを飾るんなら、その前に土台である、基礎基本である日本の土台をですね、もう一度作り直そうじゃありませんか、なんて言いますとね、またまた熱くなってしまいますから、この話はここまでにしておきますけども、それを今私はしているわけですよね。巨大な敵と、敵って言い方はきついですね。でもね、日本を潰そうという勢力には、これはいくら私がね、愛だ、ねえ、慈悲だ、なんて言ってもね、これはちょっと言う、そうはそういうわけにいきませんよ。はい。ねえ、敵を愛せ。まあ別に戦うとか戦争とかそういうことじゃなくてですね、というレベルで包合できるような、いわゆる包容力を持ってですね、内包できるような、その世界じゃないですね。と思いますけどもね。で、話をぐんと戻しますと、私は戦ってます。そして楽しいです。
なぜ楽しいかというとですね、まあ率直に言いますね、仮にこのビデオダイアリーをご覧くださる方がですね、200人でも300人でもいいです。それはもうマスコミのね、あのブルドーザーのようなあの攻撃力はありませんからね、ガガガガガ北海道からね、沖縄の端までね、どくだらない番組を流してね、ギャー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 騒いで、そして正月はね、何が正月だ、バカなことばっか言ってね、日本人を愚弄化するような番組ばっか流してね、ギャー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 騒いでる、あんなものを見て人間が持ってる基本的な知的能力のレベルだなんて思っちゃいけませんよ皆さん。日本人はね、この10年間20年間で本当に愚劣化しましたよ。私はそれ旗から見てますからね。低俗化、低劣化、下品化しましたよ。本当ですよ。それは若い方はご覧にならん、わからないかもしれませんけれども、今から20年前、2000ちょっと入ってからですね、週刊文春がですね、まあ天下のマスコミを相手にしてですね、大その調査をしましたね。そしてその結果ですね、いろんなことが毎週発表されてましたけども、日本人の子供に見せたくないという、まあ、遠回しの言い方するしかなかったんでしょうけども、日本人の子供に見せたくない番組、日本人の子供たちに見せたくないタレントというものをですね、総ざらいで日本中で調査しましたよね。まあ若い方ご覧になってないかもしれない、もう忘れかもしれませんけども、その時に日本人に見せたくない番組、ザザザザっと並びましたよ。日本人に見せたくないタレントさん、ザザザザザーと並びましたよ。しかしね、今2021年の11月から振り返ってみるとですね、その時名指しされたタレントさんたちのがですね、今はもう日本ではもうナンバーワンのね、文化人に化けてますし、文化人にね、まあ、いわゆる日本の指導者になってますし、政治家に化けてますけどもね、その時に出てきた名前の人がほとんどですよ。もうすでに今から19年前に2001年か2年だと思います。また今度ね、必要であれば報告しますけども、その時にみんながこれじゃ日本はいけないってことで調査して名前を出したんですけども、今振り返ってみたらどうなんでしょうか。今ではね、その中の一人はなんとね、その町の名士として銅像まで立つようになっ、まあ、立ってくるかどうかは知りませんけども、銅像を立てるって話もここ1年ぐらいの間に聞いてますけどもね、そこまで日本の文化というのは本来の日本の原点にある文化から道が外れてしまっているということですよ、なんてね、またまた熱く言うとね、これまずいのかなと思ってね、ワイフからはね、ストップ命令、ワイフストップがかかってますからね、怖いですね。あなたもうやめなさい、もうそういうことに首を突っ込んじゃダメでしょって言ってね、先ほどお茶持ってきた時もそう言ったんですよ。で、私は私にこう言ったんですよ。なあ、しかし俺の正義感が許さねえんだよ、ムラ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 と起きてくるんだよ、どうしたらいいんだ。ワイフはこう言いましたね。あなたもう散々やってきたじゃないのね、私ね、今からね、30年前にはですね、日本第一の天下のね、宗教団体を叩いてね、5冊の本書いてね、毎日連日連夜ね、波状攻撃、連日連夜はちょっと大げさです、週末日曜日にはですね、波状攻撃なるね、近所の信者たちをかき集めてね、毎週ですよね、はっきり言えば波状攻撃を受けたこともあるんですよ。しかし何にも変わらなかったですね、何にも動かなかったですね。はい、そういうことがありますから、ワイフはね、今になってあなたもう十分やったじゃないのってね、今になってね、私をたしなべてますけどもね、しかし私自身はこれじゃいけない、頑張るしかないんだ、やりたいって言うんですけどもね、年も年だしね、そんな余裕も、時間的にもう余裕がないってことは事実なんですよね。それは日々の時間も時間余裕がありません、もうね、今の仕事だけで精一杯です。言わんやね、今度寿命をその中に加算したね、寿命は怖いわけじゃないんですよ。どんな病気が明日待ってるかもしれない、脳みそは腐っていく、ね、集中力も気力も衰えていくという中でね、まあ要するに平均余命ですよ、まあ、健康寿命にはまだかかってないと思いますが、かかったのかな、まあ、要するに今のところね、まあ、全てパーフェクトに高脂血症だけを除けばね、まあ、健康状態は維持できてますけども、明日ねポカンと行くかもしれませんしね、分からんですよ、これだけはね、本当にこんな無理してるとね、プツンとね、血管切れることだって十分考えなければいけませんからね。
ですからワイフが言うには、もうやな、さっきものお茶持ってきてそういう金になりましてね、俺やりてんだよな、こういうこと、本当に黙っておれねえんだよって言うんだけどね、ワイフが、やめなさい、あんたもういいじゃない、十分やったんだからっていうようなことを言うんですけどもね。で、話がなぜ楽しいかってことになりますとね、それはちょっと戻しますとね、仮に200人であっても300人であってもね、皆さんの中に私を理解してくださる方がですね、本の時はこういうふうに反応がありませんでしたからね。しかし、まあ YouTube、インターネットの世界ではですね、即皆さんの反応がですね、跳ね返ってくるわけですよね。そして皆さんがどういうふうに思っていらっしゃるかというその思い、熱い思いまできちんと伝わってくるんですね。私にとってはとってもそれが楽しいんですよね。つまりその時こそ私は今生きてるんだという実感を自分のものにするということができるということになります。そして皆さんにね、そのお返しというわけじゃありませんけども、それは何割かは自分のためもあるかもしれませんけども、お返しという形でね、皆さんとこうした私の身の前に起きている事件との距離をですね、あるいは私が知っていることとの距離をですね、縮めることができるということは私にとっては大きな大きな喜びだということです。それは本当に嘘隠しなく偽りなく話します。私は皆さんのね、心をね、忖度して、まあ、なんて言いますか、お上手を言う立場じゃもうありませんからね、本当にそう思うからそう思うんです。それが嬉しいんですよね。だからこういう仕事をすることが楽しいんですよね。はい、その楽しさがですね、こうして私を前に前に引っ張っていってくれるわけです。裏を返して言うとですね、他のことをしていても何にも楽しくないんですよね。まあ、例えば一日一日終わるとネットフリックスで映画見ますけどもね、しかし見ていてもなんだくだらねえなくだらねえなって言って見てるわけですからね、なんと見なきゃいいと思うんですけども、だからといって仕事ばっかりやっててもね、これはいかんということでですね、まあ最近ね、近くの温泉へね、週2回行こうってことを解禁してます。それから、まあ前はね、以前は週1回は近くの劇場で映画を見ようっていうね、ささやかな楽しみも、まあ、しようと思ったんですけどね、まだちょっと劇場へは足を運んでません。ただね、この前視聴者の方からね、一人からデューン、砂丘の惑星だったかなという映画がいいですよという報告いただいたもんですからね、それを見たい見たい見たいって言ってワーフに言ってるうちにね、もう劇場から消えてしまったみたいですね。ですから先週がっかりしましてね、構えて行こう行こうって言ってたんですけどもね、まあデューンというあの映画を見ることはできませんでした。まあ、しかし次にね、いい映画がね、来たら見ようというふうに話し合ってます。まあ、ともかくもそういうこともちゃんとしてますけどもね。はい、ということで話を戻して終わりますけども、結局はそういうことをしていても虚しさにつながる、虚しいっていうかね、跳ね返りがないんですよね。こんなことして何になるんだ、それがどうしたのっていう部分でつかみどころがないと同時にですね、まああまり無駄にするとですね、寝る前にね、ドカーッとね、いわゆるなんかね、虚しさがよみがえってくるんだね、よみがえってくるんですよね。ああ、時間を無駄にしたなっていう思いがポッと返ってくる。あれちょっと寂しいですね。だからといって、まあこういう仕事ばっかりしててもよくないという形で自分にブレーキをかけているわけですけどもね、1日1回はですね、誰かと電話をして長話をするということも心がけています。まあ、そういうこともしながらね、まあ、自分の心の、なんて言いますか、バランスをとっているわけですけどもね。はい、ということで今日はですね、まあ、話をぐんと戻しましてね、まあ、今日の動画もですね、何かしらね、こうして皆さんとの心の交流をね、求めたいがためのね、私を分かってもらいたい、こうした動画を通して作っている私のね、裏側の私というものを知ってもらいたいという意味も込めてですね、まあ話しましたけどもね、まあ楽しんでいただければ嬉しいです。今ご覧いただいているのはですね、これ左がですね、150倍、1.5倍速にしてますから、かなり速く動いてますけども、左がですね、ISS 2017年の5月に撮られた写真なんですけどもね、動画なんですけども、まあこの動画は一般世界では偽物と言われています。これはスタジオで作った偽物動画、なぜならばここに虫が映っているからという理由なんですけど、これは虫じゃないですよ、本物ですよ。なぜならばこれと同じものが右で今私の画面に出てきてますね。動き方も全く同じなんですよ。感じも飛び方も全く同じなんですよ。私は左の動画があるということすら知りませんでしたからね。で、右が2021年、今年ですよね、5月26日に私の部屋の中を飛び回ったその物体なんですよね。で、だから私の物体、この物体は本物、距離感がゼロですからね。ですから左のコロンビア湾の中を飛んだ物体も本物であるということになるわけです。ではここから先はですね、まあ、通常の速さにして皆さんにご覧いただけるようにします。では今日のビデオであり、これで終わります。なんかね、愚痴っぽい話になりましたけども、まあそういう私ですけども、
今年まだね1ヶ月2ヶ月ありますね、40日ありますけども、まあ今日今年2021年本当にね病気もすることもなく無事にここにまで来れたということを感謝し喜んでいます。まだちょっと早いですけどもね、まああと少しよろしくお願いします。そして2022年もよろしくお願いします。では今日のビデオでありこれで終わります。おかげさまで毎日充実して楽しく日々を過ごしています。心から感謝します。ありがとうございました。ありがとうございます。バイ。Small UFOs were reflected more than 30 times. The UFOs reflected in this video diary are judged to be exactly the same ones as the UFOs reflected when I was taking a self-video diary on April the 14th, 2020. This video here shown was taken on May 26, 2021. I hereby have made it possible for viewers to view the recorded video as it is, as a high resolution version. I would be grateful if you could use this video as a reference for your study of UFOs, and I would be also grateful if you could see, verify and judge with your own eyes. On that day on May 26, 2021, I reshot the video 3 times before shooting. The retaken videos are also recorded here as they are. In addition, the analysis video, etc. will be available after 53 minutes. Since the movement is so quick to catch, if you cannot check the UFOs, I think you are advised to see this video after 53 minutes first. Thank you very much. と言ったかどうかという問題もありますけど、まあ、まあ、それはさてに横へ置いといてですね、そしてある場所へ来たらね、その、どこかの牧場の名前があったと。ね。何々牧場と書いてあったと。おお、あそこにあるの何々牧場か。そしたらその牧場の横にね、あ新築の赤いね。2020年4月、その前には2020年10月その前には続いてですね、2021年5月26日の私のビデオダイアリーの中にまたまたこのような物体が映り込んでいました。まあ、最近いろいろなことが起きてますけども、証拠として皆さんにご覧いただけるのではないかという意味でね、それを皆さんに今ご覧いただいています。で、何箇所かこの日2021年の5月26日、ビデオナンバー01726ですねの動画の中には4箇所から5箇所いろいろなまた UFO らしきものが映り込んでいました。で、今それをご覧いただいてますけども、この物体は私の手の手前を横切っているように見えますね。ということはカメラに近いところを横切ったというふうに解釈して判断して良いのでしょうか。中部からご覧ください。上から出てきましたね。で、髪の毛の手前を通ってさらにここで手と交差しますけども、手のですね手前を通っているように見えますね。そして下の方に消えていくということです。で、この物体は何かということですけども、去る2020年の4月にですね、モニター画面の前を通り過ぎたあの物体と形様子が大変よく似ていると思います。で、まあ、こうした物体が映り込んだわけですけども、もう一箇所皆さんにご覧いただきたい
ところがあります。というのですね、やはりこうビデオカメラの中に映り込んでいるわけですけども、他の2、3箇所はですね、動きがものすごく速いのです。ですから、なんて言いますかね、1秒の何分の1かのスピードで、まあ、小さな、ね、小型の物体が通り過ぎたり、あるいは私の頭の向かって左側、右のところからですね、外に飛び出したりというところが、まあ、この日このビデオの中に映り込みに見られました。で、これはですね、大変速くて小さいんですよね。今下の方に降りていきました。これはどういうことなんでしょうか。先ほどの物体とはやや違うところはですね、何かしらのこう、先ほどのはですね、ぼんやりとした煙のような感じがしますけども、これは何かしらのこう金属的な小型の物体のような感じがします。10分の1のスローで皆さんにご覧いただきます。ここから出てきます。で、やはりこう左下の方に降りていくわけですけども、元のオリジナルの画像で、一切私の方で明度、コントラストなど手を加えていません。まあ、この動画はですね、記録用ということで、ハイクオリティ版でね、レンダリングかけて皆さんにお届けできるようにします。ですから皆さん自身でですね、まあ、検証していただければ結構です。で、ここだけと言いますかね、この日だけの、まあ、その動画だけですとね、まあ、ほこり、ゴミ、虫などいろいろ考えられますけれども、去る2020年の4月、そして10月に起きた、そのいわゆる私の部屋で起きた UFO 事件と私は位置づけてますけれども、それらの事件と比較していただくとですね、まあ、今、皆さんにご覧いただいている UFO もですね、その一部といいますか、仲間といいますかね、連続性を持った、つまりは UFO ということになるのではないでしょうか。まあ、皆さんの判断にお任せしますけどもね、まあ、一体これは何かということなんですけども、公開増動版ではありませんけども、ビデオのですね、私のビデオ西の01726の方ではですね、前編皆さんにご覧いただけるようにしてますから、まあ、興味のある方って言ったら失礼ですけども、関心のある方はですね、皆さん自身の目で検証していただきたいと思います。この動画はですね、ハイクオリティ版で皆さんにお届けしています。まあ、解像度が高いということですね。一部を拡大して検証してみます。10分の1スローで今ご覧いただいています。何かしらこう後ろの方に尾を引くように見えるところが気になります。しかもこの物体はですね、手の手前を通っているようにも見えるわけです。あるいは、まあ、前回のようにですね、私の体の中を通り抜けている感じもしないでもありません。そして下の方に消えていくということですね。で、もう一度ご覧いただきます。10分の1スローです。もう一度やってみます。この辺りで何かしらこう尾を引くような感じがしますが、注意深くご覧ください。ここですね、小さな尾を引いているような感じがします。もう一度やってみます。ここですね、スッと小さな
まあ、尾を引いているということですね。さらに2分の1にし、20分の1スローでご覧いただきます。今空中止まってますね。それからこの辺りで何かしらポンポンポンとやはり尾を引く感じがします。そしてかすかですけども、やはり周りの空間が歪むような現象も見て取れるのではないでしょうか。注目をご覧ください。ポンポンポンとこう尾を引きながら、まあ、2020年4月の UFO と大変様子がよく似ているということですね。もう一度やってみます。で、小さな物体の方についても拡大して皆さんにご覧いただきます。こちらの小型の方はですね、落ちていくといいますか、飛んでいるというよりはですね、くるくると回転しているように見えますが、いかがでしょうか。くるくるっと回転して、回転しながら下へ落ちていくという感じがします。もう一度繰り返しますが、何かしらこう透明感がある点にも注意してください。次に2020年4月に起きた UFO 事件の動画をつなげておきます。どうか参考にしてください。Strange objects were reflected in a video from 2:30 p.m. to 3 o'clock p.m. on April 14, 2020. Over 40 times, various large and small objects were reflected in the video. But that doesn't mean the case is over. It was the night of May the 18th, 2020.The time was around 8:20 p.m. Though I couldn't shoot a video this time, but when I was teaching mathematics to a high school student, my wife witnessed almost the same golf ball-sized object which was flying around in the hallway of the room. Moreover, at that time, I was showing the video shot.On April the 14th to the high school student. The high school student then said, When a white object slips through the electric dictionary, I can recognize the faint warping of the space around the object and fine part of light is scattered. So I, Hiroshi Hayashi, decided to re-examine the video.On this occasion. 2020年4月14日の午後2時30分から3時頃までの間、私の動画の中に奇妙な物体が映り込んでいました。40数回にわたってその動画の中に大小さまざまな物体が映り込んでいましたが、それで事件が終わったわけではありません。2020年5月18日の夜のことです。時刻は午後8時20分頃だったといいます。動画撮影はできませんでしたが、私が高校生に数学を教えている時のこと、その部屋の廊下でゴルフボール大の同じ物体が飛び回っているのを私の妻によって目撃されました。しかもその時、私はその高校生に今皆さんにここに見せている動画を見せていました。その高校生はその時こう言いました。白い物体が電子辞書を通り過ぎる時、かすかだがその物体の周辺に
空間の歪みと細かい光の粉が飛び散っているのがわかると。そこで改めてその動画を再検証し直してみることにしました。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのがその中の物体の一つということになります。右上から左下の方に流れていくのが分かります。この物体はその下のですね、白い電子辞書の中を通り過ぎていくのが分かります。ここで消えて、そして再び側面で現れてきます。その側面から出てきた瞬間ですけども、その物体の後部ですね、その後に、光の粉が飛び散るのを皆さん注意深くご覧ください。まあモニターよりもですね、ノートパソコンの方が私の場合は綺麗に見えます。まあ、ともかくも今物体が入っていきますが、100分の1スローにしてみました。10分の1かける10分の1、さらに10分の1スローにしたというわけです。で、100分の1スローにしてですね、今辞書の中にその物体が入っていきますが、そして側面から出てきます。つまり通り抜けたということですね。そしてその後なんですけども、空間に歪みが生じていると、まあ、その高校生は言いました。確かにもやもやしていますし、その物体の後部にですね、今ここで何かしらポンとこう白い別の物体のようなものが現れた感じになっています。そしてその後なんですけども、その物体が通り過ぎた後にですね、細かい光の粉が散らばるのが分かります。注意深くご覧ください。これはですね、モニターを私のビデオカメラで撮影したものですから、やや見えにくいですけども、もう一度元の画像をですね、この後につなげておきますから、注意深くご覧ください。これは、まあ、その高校生が言うにはですね、空間の歪みではないかということなんですね。あるいは、何か私たち人間にがですね、まあ、知る由もない未知のテクノロジーによるものかもしれません。ということをですね、まあ、皆さんに知っていただきたく、この動画を再検証してみました。元のと言いますか、10分の1スローの方の動画でご覧ください。こちらの方が画像が鮮明に、まあ、見ることが画像をですね、鮮明に見ることができると私は思います。で、今この物体が左の下に消えていきますが、電子辞書に消えた直後に注意してください。注意深くご覧ください。ここですね、今バックしてみます。繰り返してみますが、この後ですね、この後その物体の後部にですね、細かい光の粉が、まあ、出るのが分かります。その部分を繰り返してみますから、注意深くご覧ください。この物体は何かということですが、そしてこの物体から発生する光の粉は何か、なぜかということについては私には分かりません。がし、ともかくもこうした現象がですね、現実的に事実として起こっているということです。後の判断は皆さんにお任せします。
It was around 3 p.m. on April the 14th, 2020. I was shooting a video diary published every day. I first found a very strange thing flying in the video. What the viewers are watching here is the video diary at that time. However, more than 10 of these strange things were reported by viewers to have been recorded in the video. Here are some of them. I determined that these objects to be ultra-small UFOs because when I tried slowing down the reproduction speed, one of these objects seemed to rotate very quickly. Moreover, you can also see that these objects fly and slip through a cup and an electronic dictionary. These are UFOs, right? 2020年4月14日の午後3時頃のことです。私がビデオ日誌を撮影していた時のことです。そのビデオの中に大変奇妙なものが映り込んでいるのが分かりました。視聴者の皆さんに見ていただいているのはその時のビデオ日誌ですが、こうしたものが10個以上も動画の中に記録されていました。ここではそれらの中からいくつかを選んで紹介します。私はこれらの物体は超小型の UFO であると判断しました。再現速度を遅くしてみると中には回転しているように見えるものもあったからです。またこの物体はコップや電子辞書をすり抜けて飛んでいるのがわかります。これらはまさに UFO ですよね。広し林、浜松シティ、ジャパン。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか
わからなくなる時があるというのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。そこに物がある、そこに物が見える、そこに音が聞こえる、そこに形があり、手で触れることができる、ぬくもりや冷たさを感じることもできる。さらに言えば、そこにあなたがいて、彼がいて、彼女がいる、そしてここに私がいる。その私は周りの人たちと心がつながっている。その心の中で私たちは生きている、確かに生きているが、それは本当に現実の世界なのか、それが現実なのか。生きているということは本当に現実なのか。億年の、そのまた億年の昔の間、私は無だった。あなたも彼も、そして彼女も、皆無だった。その無の私が光を受け、分子で組み立てられ、今ここにいる、生きている。悩み、苦しみ、もがき、笑い、楽しみ、喜びながら生きている。その私は現実なのか。そしてその私や彼や彼女は、やがて近い未来、再び無の世界へと戻っていく。光は消え、分子はバラバラになる。同時にこの世界、この宇宙、すべてが消える。消えてそこにあるのは永遠の無。億年の、そのまた億年の闇の淵となると、現実とは一体何なのか。現実の中の非現実、今皆さんが見ているのは現実の中の非現実。ありえない白い光球体が縦横無尽に飛び回っている。飛び回るだけではなく、モニター画面から飛び出し、電子辞書を横切る。音もなく、時には鋭い光を放ち、時にはぼんやりとしたもやに包まれ、そこに飛んでいる。これは現実なのか、それとも非現実なのか。現実世界における非現実なのか、それとも非現実世界における現実なのか。私たちの住む世界が現実世界であるとするなら、これらの物体はまさに非現実が、その非現実世界から見ると、この私たちの世界が非現実。光と分子の世界に生きている私たちの世界こそが非現実。あるいは私たちは、私たちの世界こそが現実と、そう錯覚しているだけなのか。もともと無の世界を現実と錯覚しているだけなのか。あるいは反対に、ひょっとしたら無の世界こそが実は現実なのか。だとするなら、一体この現実世界とは何なのか。今私たちが住んでいるこの世界は本当に現実なのか、現実と言い切ってよいのか。あるいはこの現実世界だけを見て、これが
現実と言い切ってよいのか、あるいはこうした現実世界における非現実現象はただ単なるテクノロジーによるものなのか。光と分子をあざ笑うかのように、光を無視し分子を無視し飛び回る。私の書斎の中を飛び回った高級体は、人間よりはるかに進化した生命体の乗り物なのか、それともそれ自体が生命体なのか。さらには未知なる世界からの来訪者なのか。そしてここに知るテクノロジーは、1万年10万年のはるか遠い未来、人間も手にすることができるテクノロジーなのか。つまり人間もいつか現実世界の中でこうした非現実世界を手にすることができるのか。が、こうした非現実もやがて現実世界の中で消えていく。こうした非現実を見て最初は驚いた人も、やがてそれには驚かなくなる。非現実を現実世界の中に押し込めることによって、納得し安心し、そして忘れる。ただの超常現象だと。現実世界で非現実を認めることは、それ自体重苦しい。理解できないものを心に留めておくことは、それ自体が苦しい。だから人は現実世界における非現実を自ら遠ざける。私もそうだし、あなたもそうだ、彼もそうだし、彼女もそうだ。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時がある。というのも、この現実世界にしても、光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で、私たちはそれを現実として生きている。私は私の動画の中に映り込んだ非現実的な高級体を見ながら、そんなことを考えた。現実とは何か、非現実とは何か、こちら側にいる私が現実なのか、それとも向こう側にいるその人が現実なのかと、あるいはこちら側にいる私たちこそが非現実なのかと、つまり私たちが現実と思っている世界は、本当に本当に現実なのかと。